どうも、はじまきよしおです。いや、スマブラやりながらスマブラの音楽入っちゃうのか。あー、やばいな、めんどくせえな。消そうかな、動画ファイル。そんな喋ってない。結構喋ったんだけど、2分30秒。違うんですよ、そのなんか嫌なんですよ。よし、まあ、めぐいん TV ね。まあ、めぐいん TV のは、まあ、また同じこと喋ってるけど、今回の騒動についてって動画見て、俺はちょっと悲しくなっちゃったなっていう。まあ、チームでやってるんです。なんか、会社ですからっていうので、まあ、ちょっと最初は面白かったんで。いや、めぐいんさんめちゃくちゃ真面目じゃんって思ったけど、見れば見るにつれて、なんかもう動画半分くらいでうってなっちゃった。そのめぐいんさんが悪いってわけじゃなくて、やっぱ、そっか、会社かって思っちゃってさ。まあ、そういうのがめぐいん TV の、なんだろうな、コメディなのか、誰かが言ってたけどね、デベスさんかな、めぐいん TV のコメディっていうのは、まあ、会社員でやっていくみたいな。さっきの動画結構よく喋れたのにな。そう、まあ、なんかキューッとなっちゃったな、心は。悲しいもんだって。すごいね、楽しそうにしてたのにさ。それがコメディ、そのコメディだったっていう、その会社員としての会社としてのコメディで、別にチームでやってるわけじゃなくてっていう冷めた感じがあって、悲しいなって。これからやる人は大変だろうなって思って。全然さっきと違うわ、喋れなくなった。まあ、悲しいよね。まあ、意識の違いでしょ。めぐいんさんは社員とやってるみたいな感じで。でも面白かったね、俺は。めぐいんの財布から金盗んで、いきなりステーキ食うシリーズとか俺好きだったんですけど。これからめぐいん TV を見るかって言われたら、見そうかなとは思ったけど、見ないんだよな、多分。よくよく考えたら、めぐいんさんが出るな、本当に再構築するって言うんだったら、でも再構築すんのかな、本当に。でも再構築はするか、さすがに。そんな言ってんだもんね。ちょっと、数字が伸びていくように面白い動画を作っていくんだろうけど、すごいコメディーな感じでやっていくんだろうけどね。でも、まあ、事実上クビっていうのもなんか、まあ、いや、お前ら数字伸びねえからクビなみたいなノリなのかな。これから新しいやり方でやっていくから、なんかそういう新しい何かを聞いて意見したんでやめますみたいな感じだったのかな。いろいろ募って、じゃあやめますみたいな。なんか憶測でしかないけどさ、情報が少なすぎるからね。確かによくよく考えたら、なんかこれからこうやっていきたいんだけどって言ったら、じゃあやめますよ、もうって感じなのかな。その新しいこれからどうやっていくかっていう。それがずっと悩んでてやめたのか、バンディさんはどうなんだろうな。その寿退社みたいな感じでやめることになったのかな。それもなんかちょっと怪しいけどね。それもみんな同じ理由ですって言ったのも、なんかファルコンさんもね。でもやっぱ俺もなんか一般人の考え方なんだなって思ったのは、
みんながみんな性格いいわけじゃねえよなっていう、その性格なんてその生まれた環境だったり持ち合わせるものだったりするから関係ないんだよな。いい作品を作るから性格がいいなんて。なのに俺はどこかめぐみさんに優しいおじさんっていうイメージを勝手に抱いてただけなんで、感じかな。でも俺はめぐみさん好きだからな。めぐみ T ラボのめぐみ TV ラボのなんかあんなあの動画好きだな。ドイツ行ってビール飲むっていう動画は俺めぐみさん好きなんでね。うん、その新しい動画がクズすぎてっていうのはなんだろ、 D チャンネルを見たから俺はクズすぎるとは思わなかっただけで、だしうまいしね、そもそもこんな低評価ついても、あ、広告ついてないの、あ、違った、俺 YouTube プレミアムだったいやすごい嫌なやつじゃん俺YouTube プレミアムだったみたいなさ、めっちゃキモいな俺。あ、俺もな、いろいろ大変になって YouTube プレミアム使えなくなるからな。 YouTube 広告なしで見たいもん俺は。うん、広告ってほんとクソだからな、俺大嫌いなんですよ。いや、テレビの CM なんて俺地獄で、テレビ見ない理由って俺 CM があるからだよあれ。いや、そんなさ、 YouTube の広告もさうざいけどさ、テレビほどじゃないよ。テレビって何分広告やってんだよってさ話じゃん。 CM が嫌いなんですね、そもそも。だから俺 YouTube 向かないんだよな、そもそも YouTuber に向いてないんで俺は。なんでだろうね。ういえ、ジャパンズヌヌヌヌのファレンハイセイズマネサネウェルウェオーニーちゃんとヌヌヌヌ。でもどんな動画出してくれんだろうね二人とも。バンノケはなんかコメントすんのかな。でも D チャンネルもなんかねあれだよね、その誰かに行くのかな、バンディさんとかにすがるのかなとか思ったらマスオさんがあれなんだっけ、ま、マホドさんにすがったからとか言ってたけど、すがったとかじゃないけど、これからバンディさん行くんじゃない、本格的にやるのはバンディさんとか。 D チャンネルもなんかもうでもな、こだわりはあるよなっていう話ですよ。やっぱりその同じチャンネル登録者数になってからやりたいっていうこだわりはあるのかって思ったけど、でも人のこだわりを俺あのちょっと否定しそうになっちゃったっていうかさ、だって早く見たいんだもんっていう、その俺の考え方でね。俺のこだわりなんだっけな、でもなかったな。成瀬さんとコラボしようとした時も俺全然、ああ成瀬と面白いやつと動画撮れるしチャンネル登録者数も爆伸びだし100個としか思ってなかったんで、そうね、なんか俺はそのこだわりとかなかったな。最初あったかもしれないかな。ナルセ、その頃俺が大好きな頃ナルセと動画撮りたいなっていうのあったんですよ。でチャンネル登録者数も伸びるし、あいつ多いから。昔の話ですよ。うん、昔ってそんなに昔でもないけど 1,2 年前かな。いいじゃんって思ってたんですけど、ナルセは当然こんなやつ受け入れてくれるわけなくて、まあ今のありさまですけど、うん、おしゃべり大好き系 YouTuber として今やってますけど、まあね、なんかちょっとやってることがねあれですよね、俺でいいなら話聞くよ系クズなんですよね。成瀬さんがどん底にいる時に話聞いたけど、成瀬さん冷静だったんだろうね、あの YouTube 組んでくれなかったって。いや単純に LINE で電話した時に真面目に喋りすぎて全くつまんなかったんです。俺が成瀬さんの話になるんですけど、いや成瀬さんとねすごい真面目な話しすぎて、成瀬さんの冗談もなんか、あ、ちょっとごめんなさい面白いことできないんですけどみたいな感じだから、まあ、そんなやつとは組みたくよねえよなって思ったけど、だからってもう一回組もうとした時にはあのふざけすぎてなんか、あ、こいつふざけてんのかって、なんかマジじゃないのかって思われちゃったし、その尺度が難しいんですよ、ふざける尺度が。あー今度はちゃんとしっかりふざけようって思ったらさ、なんだこいつってなるじゃん。で真面目にやりすぎたら、いやこんなやつを動画撮りたくないよって、動画撮りたくないよ点が加点されちゃうわけじゃん。大失敗ですよね。
まあ俺すごい悪い方すると今の成瀬さんに俺は魅力は感じないけどな、うん、ブームが過ぎたっていうよりは面白さでは俺が追い越したって話だからっていうね。俺の好みの面白さでは俺が追い越したってだけですから、その数字を集める力とかそういうのは俺は全く持ってなくて、成瀬さんはなんか女の子に好かれる力をめちゃくちゃ持ってるからいいなって嫉妬してるっていうか、ただただいいなって思ってますよ。すげえツイキャスで女の子とかに好かれてるし、うん、で女の子に好かれたいのかっていうと、そんななんか好かれたいかって言われると好かれたくない、うん、難しい、いいなとは思うけど、いいなとは思うけど好かれたいのかな。あ、でもまあいいファンにはなるだろうね、女のファンって。だってさ、男だったらすぐ飽きちゃうと思うんだよ。まあいいかって、もうみんな、俺が男だからさ、多分飽きたらおしまいじゃん。でも女の人ってやっぱ寿命は俺長いと思ってるから、男のファンより、うん、でイベントとかすごい来てくれそうだしね、うん、イベント俺何やんだよ、うん、俺絶対イベントできねえかな。面白いこと何一つ喋れねえもん、当然だけど。どうすんのそれ、なんかイベントとか言って、これからイベントする人みたいなこと言ってんじゃん俺、なんか中堅 YouTuber みたいなこと言い始めちゃって怖っ。一種のホラーになるぞこれは。ホラーって、ホラーだよ本当に。自分を中堅 YouTuber だと思ってる哀れな底辺 YouTuber っていう名前でなんかどっかでニコニコ動画で取り上げられそうだな。お、ファルコンとメテオチャンネル登録して20万人いくぞ。お、20万人いった。スクショ。スクショ。あ、スクショできねえ。スクショできなかった。腹立ちますね。スクショボタン押したんですけど。20万人いきましたね。おめでとうございます、ファルコンとメテオ。よかった。すごくないか、この騒動での伸び。バンの毛抜いたぞ。デンデクまず、なんか、このなんかコップに土入れてたからな、前草入れてたから草味がした。まず、びっくりするぐらいまず。何しよっかな。あ、スシロー行ってなんかサイドメニューばっか、唐揚げとポテト交互に食いたかったけど、それはできなさそうです。お母さんがなんか食事行くんで、今から食事暮らし、友達と。へいへい。こっちじゃ遊べない。どうしよっかな。
向かい風と背負いながらそれでも進む理由がある。だからもう迷わずに進めばいい。デレレ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 レ、汗にまみれて泥にまみれて、デレ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 。やめよう。何する？いやすごいな、なんかマジで俺することないな。よいしょよいしょ、おい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 。何しよっかな、何話そっかな。めちゃくちゃナルセのことディスってる人になるの俺は。まあメグインさんとファルコンメテオさんどっちの動画を見るかっていうと分かんないな。でも再構築するって言ってるんだからメグインさんかな。でもファルコンメテオさんも見るよ。でも番の毛は見ないかな。Dチャンネルも見ないかな。これがドッキリでやってほしいな。連続退職ドッキリとか。ドッキリはドッキリでなんか、あ、だからガチなのって聞いてたのか、マホドさんが。こっちは支援、あっちは頑張ってって言ってたもんな。まあメグインさんの、雑談じゃないじゃん。眠くなってきた。あー眠いよ。お金、うわ腹出てんじゃん。お金いっぱい欲しいな。なんか俺もみんなスパチャしてくんねえかな。スパチャー。あー、なんかとりあえずいっぱいスパチャしてほしいな。あー、チャンネル登録者500人じゃスパチャされないんか。自己都合退職か会社都合退職。
あーでも辞める挨拶してないのか。そっか、なんでだろうね。確かに。でもなんかメグインティー、確かにね、うん、俺は信者だから言いくるめられそうになったな、それを見てるだけだったら。いやー、まあ悲しいな。 YouTube 会社でやっちゃダメだよな、やっぱ。なんかな、てかグループでやんの、収益分配どうすんだろうな。みんなが納得するもんってないよな。お金の問題になるとめんどくせえしさ、成瀬さんだってお金の問題で解散したわけじゃん。でもね、成瀬さんがあんな伸びた動画でめちゃくちゃお金もらえるんだったらさ、そりゃあお金くれよ、ちょっとくれよってなるもん、俺でも。そんな、なるもん、俺だったら。モチベ上がらなくなるもんな。成瀬さんめちゃくちゃお金もらってて、相方はめっちゃお金もらってるか。でもじゃあこれからの動画でいっぱい動画出てきゃ、その余波で再生回数いくかなって思って。でもやっぱりそのお金とかじゃないんだよな。なんかお金なんてどうでもいい、単純にお前と動画やりたいんだよみたいな。俺は成瀬さん途中までそうだったんだけど、成瀬さんの方がドライだったから、お前とならてっぺん目指せる気がするぜみたいな感じの DM が来て、めちゃくちゃ嬉しいなと思ったら、なんかあの2回目からなんか電話できなくなったんですよね。 LINE 電話させてくれなくて、えってなっちゃって、まあそれは超悲しいですよね。なんでやって思っちゃって、俺がこんななんか情熱的だなのがバカだったのかってなるけど。で最近でも一つ来たんですよ、なんかコメントがね。うん、来たんですよ、その動画撮りたいんですけどって人がいたんですけど、素性が分かんないんだ。もしその人の中身がね、すげえ俺のめっちゃ面白い人だとしても、素性が分からない人やらないし、なんかね。2018年から134にスパムとみなされるチャンネル登録者の削除をみなすことでチャンネル登録者数が、俺めっちゃ減るじゃん。うわ、俺減るわ。今のうちに解除しとこうかな。俺の愛の巣がスパムじゃないんだよ、あいつら。うわー、やだなー、こいつらなくなっちゃうのか。やだなぁ。こいつら全なくなっちゃうのかなぁ。確かにスパムって言われればスパムだよ。こんなになんかチャンネル作ってさ、で、自分のチャンネル登録してたらさ。じゃあ、ちょっと今のうちにデータ取っとくか。こいつは削除されちゃうのか。やだなぁ。なんかチャンネル登録者数が減ることより、俺はこいつらをスパムとして作ってなくて、単純に面白い名前できた、うへーって思って作って、じゃあついでにチャンネル登録しようって言ってチャンネル登録してるだけなのに。こいつらいなくなっちゃうんか。麦プロ東京麦、米プロ東京米、生プロ東京生。これ生放送チャンネルかと思ったけど、生放送ってなんか手順踏むのめんどくさいんですよ、生放送するまでの。だからメインチャンネルでやろうってんで、なりなくなりましたし、ごプロト教楽、娯楽チャンネルですね。で、しゅプロト教み、趣味チャンネルです。で、ラファエル14世、ホワイトマスク、ハゲダンディ、特命 X、アダマンタイト、混合大使、ブリブリブリリアント TV、よろしく TV、よろしく TV、うなきゆもんげ、H 島京次郎、万丈面、にぎはやの琥珀主、チキチキポピンクアセフジコスクイーズ、スクイーズにした方がよかったな。で、こんな長い名前の次の、グループ名がミズズっていうね、言いづれし、短いし。
でゲルマニウム巨神前大使、これはゲルマニウム神前大使がいたら嫌だなって思っている、絶対ゲルマニウム神前大使がいそうなんで、嘘だよっていう意味でも巨っていうなんか嘘っぽい言葉でかっこいいなって思う巨を入れました。で全日本炙りちくわぶぶんぶんごま弁財天、ごま弁財天プラプラ坊やですね、よくわかんないです。ユニゾンユニゾンダブルパンチャーズテレビジョン万次郎太郎ですね、これも意味わかんないですね。予定調和 TV ですね。で、はじめきよしろうさん、サルテジナサンダークリムゾンジアマリーズ地下試食男食ゾクザクゾクザクゾクザクなんたらかんたらですね。で、ぬくもりチャンネルですね。ぬくもりチャンネルが一番出来が悪いな。でも確かに一番出来が悪いって言ったらそのホワイトマスクとかハゲダンディとかなんですけどね。でもこいつらちゃんとね、こいつらのテーマの衣装があるんでレベルは高いです。こいつらこれ何やってたんだろうな。でまだゲルマニウム神前大使とかいいよね、ゲルマニウム巨神前大使。でもユニゾンユニゾンダブルパンチャーズテレビジョン万次郎太郎もいいな。今見たら宇垣雄門家もいいし、H 島京志郎もいいし、満場目逃げ早の琥珀の者は成瀬さんとのねコラボキャスで、成瀬さんのファンに、あどうも僕の名前ね、満場目逃げ早の琥珀の者と申しますって言ったらね、はいって言われたってやつです。はい、スルーされました。どうも満場目逃げ早の琥珀の者ですって言ったら無視されたって思い出はありますよね。うん、怒ってる人じゃん。あーこいつは消えちゃうのか、スパムじゃないのにな。俺はこいつらのことが大好きなのに、なんでだ。でもこいつは消えちゃうんだよ。みんな今のうちに目に焼き付けといてよね。俺はめんどくさいんでやりませんけど、嫌だな、消えてほしくないな。なあ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 言葉に。で俺のチャンネル登録者数が減ったら、すごい減ったら、俺のあいつらがね、俺のね名前の分身たちが消えたと思ってください。はい、本当にね、嫌だな、消えてほしくないなあいつらに。俺はあいつらに消えてほしくない。なんでなんだ、 あ普通にやられました。テレテテ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 
どっちを見ていくかってわけでもない、もう全部最悪になるんだよな。だってもうみんながバラバラになっても面白いことはできるわけなくて、みんなが一つギュッとなってチームでやってるから面白かったものが、まあ会社ということになってさらに面白くなくなって、会社になっても面白い時はあったはずなんですけど、なんか悲しいよね。一人、みんなが一人で個人活動するから面白いことってできないと思うんですよ。みんなが集まってこそ面白いことができるわけでね。だからみんなが個人活動したって俺は見ないよ、よくよく考えたら。だからめぐりさんももう個人活動に近いじゃん。なんか最近ひどいなーとか俺は思ってたんですけど、まあそんな感じでね、言われてるようだったらそれはひどいわなっていう、それは面白い動画作れないわっていう。だから完全な社員としてやってるんだったらファルコンさんもそんな風には思ってないと思うんですよ。社員みたいだ、そこを勘違いしてほしくなかったっていう。でもなんか急に社員みたいな感じになっちゃったって感じなのかな。なんか社員なんだけど、YouTuber としてやってると思ったら、いや社員でしたみたいな感じなのかな。悲しいな。まあ。スマブラ楽しいな。って感じだ。まあ、めぐりんさんが面白い動画を作るかっていうと、最高チックって言ってくるくらいなんだよ。まあ、すごい批判は来ると思う。けど、俺はそういう目では見ない、動画は。ひいきはしないかな。まあ、してるようなもんなんだけどね。見てるって時点で、なんか。時点でって言うわけじゃなくて、みんなが思ってると、俺が思ってると。俺はめぐりんさん好きだから、まあ人間性クソだったのかとは思ったけど、めぐりんさんっぽい動画出してくれればいいかなって思う。はい。ああ、眠いな。めっちゃ足出てんな。なんかな、ムカつくな。今日眠いな。まあ追い越してほしいけどね。まあまたみんなでさ、メグイン TV ならぬグイン TV 作ってさ、再結成してほしいけどね。
おしまい。